てくれた。こっちから。あ、すいません。ではこんにちは。はい、今からのステージですけども、毎年夏ぐらいに、文化バルク常用でカツソニックという、音楽イベントを開催してるんですけども、そちらから3バンド、出演いたします。でまずトップバッターの方ですけども、野熊優、西真子さんですのでよろしくお願いいたします。改めまして、こんにちは。こんにちは。ちっちゃいお友達、こんにちは。ありがとう。大きいお友達、こんにちは。ありがとうございます。私たちは、まゆお姉さんとまこお姉さんです。お願いします。お願いします。お集まりいただいてありがとうございます。それにしても、お腹が減ったなぁ。あっちにもこっちにも美味しそうな食べ物がいっぱいあるけど、みんなはもう何か食べたかな。食べた。お姉さんは常用のさつまいもがとっても好きなんで、今からお芋さんの手遊びをしたいと思います。お姉さんじゃんけんとっても上手なんで、みんな勝てるかな。それではまこお姉さん、音楽スタート。ミュージックスタート。焼き芋焼き芋お腹がグー、ほっか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 、あっちちのち、食べたらなくなる何にもか、それ焼き芋じゃんけんグッチパン、じゃんけんポン。勝ったお友達、すごい。じゃあ最後のじゃんけんいきます。ミュージックスタート。焼き芋焼き芋お腹がグー、ほっかほっかほっか、
何かいいことあるかもね。そしたら、ね、これからこのお姉さんと同じようにとっても腹ペコなお友達のお話を歌いたいと思いますので、見えないお友達前まで来て見てくださいね。ではまこお姉さんとチェンジ。みんなこのお話知ってるお友達はいるかな。あ、知ってる、ありがとう。知ってるお友達も知らないお友達も、今日はお話じゃなくてちょっとお歌と一緒に読みますので、見えるかな。それでは始めます。絵本はらぺこあおむし。そして月曜日、月曜日、リンゴを一つ食べました。それでもやっぱりお腹はペコペコ。火曜日、火曜日、梨を二つ食べました。
みんないっぱいいろんな食べ物出てきたけど、何が出てきたか覚えてる子いるかな。はい、何出てきた。おー、正解、いちごも出てきたね。他にも何か覚えてる子、はい、どうぞ。待て、いちご出てきたね。いちご出てきたね、すごいね、覚えてるね。他にあるかな。あ、どうぞ。